カール・ハインリヒ・コッフホカール・ハインリヒ・コッフホはドイツの植物学者である。北部トルコを含むコーカサス地方の植物調査を行った。バイマルのエッター・ソベルクで生まれた。イエーナ大学、ビュルツブルグ大学で学び、1834年からイエーナ大学で教え始めた。1836年から1938年の間、南ロシアの調査を行い、 1843年から1844年には、小アジア、アルメニア、カピスカイ、コーカサス産地を訪れ、これらの成果は、オリエントの旅行として出版された。1847年に、ベルリン大学に移り、後に助教授に任じられた。1849年から、ベルリン植物園で働き、1852年に、 ベルリン園芸協会の事務局長を務め園芸植物週刊誌を出版した。専門分野は樹木学や園芸学であったが民族学などの分野の著作も残した。K 国宝は植物の学名で命名者を示す場合にカール・ハインリヒ候補を示すのに使われる。ありがとうございます。